シャトル輸送機、シャトル輸送機、シャトル輸送機、シャトルキャリアやクラフト、SCA とは、スペースシャトル、オービタを輸送するために、NASA が改造した、ボーイング747航空機。2機が作られたが、シャトルの退役に伴って退役し、2014年には、両機とも展示されるようになった。SCA は2機が改装されており、 それぞれボーイング747から100と747から 100SR を原型としている。主に、スペースシャトルの着陸地点から打ち上げ前整備施設があるケネディ宇宙センターに輸送する場合のほか、シャトルの整備工場と KSC の間を輸送する場合も使用される。オービタ輸送にあたっては、シャトル輸送機の機体情報に外部燃料タンクの取り付け部と同様の支柱を装備してお、 この3箇所で大ビタが搭載、固定される。シャトル輸送機に大ビタを固定するときは、メーツ、デマテディバイススと呼ばれる整備点検用の大きなガントリーのような機械で大ビタを吊り上げて定する。最初に運用開始した N905 は1970年にアメリカン航空向けに製造されたボーイング747から123型機で、1970年代に、 スペースシャトル実験機エンタープライズの滑空実験で飛行した際は直尾翼のアメリカン航空のマークと胴体の社名は消されていたもののそれ以外はアメリカン航空の塗装ポリッシュドスキンのままだった機体は1974年に取得されたが当初は NASA ドライデン飛行研究センターで境界層の研究の一環として下流の研究に使われていたまた同時に NASA 所有のナ -104N と変隊を組み、スペースシャトルオービタの空中分離の研究を行った。1976年には、機体が改造され、キャビンの内装や、乗客用の座席を軽量化のために取り除き、オービタを乗せるため支柱を取り付け、胴体の補強も行った。また、オービタ輸送中の安定性を確保するために、水平尾翼端に追加垂直安定板が、 取り付けられた。エンジンも乾燥され、ボーイング747の試験飛行時と同様の脱出システムも取り付けられた。大びた輸送時には、大びた自体の重さと空気抵抗のため燃費は悪化する。何も乗せない時の5500回り、1万 km に比べて、大びた輸送時の飛行距離は1000回り、1900km。 程度になるため大陸横断時には何回か給油する必要が出てきた。シャトルを搭載した場合の燃費は0.23マイル、ガロン0 1トル、L で通常時の約2、3になる。また、飛行の準備には1週間あたり約170人の作業員が必要となり、大陸横断時には1回あたり約23万ドル、約2、500万円が必要になる。 そのため、かつては、シャトル輸送機にアメリカ空軍で使われているのと同様の空中給油機構を取り付けて実験を行ったが、空中給油の実験中に N905 ナの垂直尾翼に亀裂が見つかった。これが空中給油の実験によるものである可能性は低かったが、早急に空中給油能力を整備する必要はなかったために、実験は中止となった。 N905 名は、退役したシャトルを展示先に運ぶ任務を担当した後、エリントン空軍基地に着陸し、2014年4月30日までそこで保管されていた。N905 名は、NASA ジョンソン宇宙センターに隣接して設置されている見学施設、スペースセンターヒューストンへ移されて、そこで以前に展示されていて、ヒューストンに移設されたスペースシャルの実物大模型である。 インディペンデンス号を上に乗せた状態で2015年2月から展示公開される予定。2014年3月には陸上輸送を終え、8月にはインディペンデンス号が機体の上に乗せられた。1986年のチャレンジャーの事故後、NASA は日本航空から中古の 747SR46 を調達した。この機体は元 JA8117 号機。 1973年から1988年で日本国内専用 747SR の1号機でもあったが1985年の JAL123 便事故の影響で退役を強いられたものである。N911 ナとして新しく登録されると N905 ナと同様の改造を施され、1990年に NASA で運用を開始した。 ジャルの整備の素晴らしさに感激した NASA から、ジャルの整備部に表彰状が送られている。この N911 名が最初に使われたのは、1991年に新しく製造されたエンデバーをカリフォルニア州のパームデーにある工場から、ケネディ宇宙センターに輸送するためだった。この2つの輸送機は、機能面では、ほぼ同じであるが、N911 名は、アッパーデッキの窓が5つで、 N905 名は2つしかないなどの違いがある。N911 名は2012年2月8日に退役した。NASA の遠赤外線天文学製造券、天文台への部品取り用の機体となっていたが、2014年9月にカリフォルニア州のジョエデイビスヘアーティジェルパークに運ばれ、屋外展示されている。こちらの機体は NASA が所有権を有したままになっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。